すいません、お待たせしました。どうも、飛び石連休の藤井ページです。毎週ですね、いろんな芸人さんに出ていただいて、あれやこれやと聞く生配信をやってるんですけれども、今夜も、素敵なゲストが何度目かの登場なんですけれども、また登場してもらいました。今夜のゲストは、磁石の佐々木くんです。どうぞ。どうもはい。一周取って。あ、一人でした。何やねん。バツさんです。出た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 。一個足りませんけど。いや、これでっかいの一つです。でっかいちっちゃいのちっちゃいの二つとでっかいの一つです。よろしくお願いします。バツの大きさに大小ないだろ、それは。なんですか、何ですか、 元気出してほしいなと思って。元気ですよ。こんなことを改めて言うのもやぼやけど、うん、ちょっとあの状況分かってない人もいるかもしれないから、ちょっとね、と改めて説明させてもらうんですけど、今回ですね、佐々木くんがですね、ロケバスの中でエロいことをしちゃったっていう。斎藤じゃねえんだよ。佐々木なんだよ。間違えました。みんないろいろ心配してくれてるよ。まあまあまあ、そうなんですけど、でもまあ、うん、3つになったからこそできる、罰3つですとかも言えるし、うん、星3つですみたいに言うなよ。そうそう、そういう。そうそうじゃないよ。どっちがボケてるんだよ、ほんま。そこは新しいお部屋ということでいいのかな。はい、最初のうちはごまかしてたんです。その配信用に部屋を借りたっていうふうにして、うん、まあその罰も発表してなかったのでね。はい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 。うん。なんですごい小部屋を借りたって言ってたんですけど、実際は、新築の 2LDK ですね。はい。めっちゃええとこやん。6月に離婚しまして、うん、まあ、今もまあきついんですけど、やっぱ一番その離婚しているのに離婚してないふりをしている1ヶ月間ぐらいが一番しんどかったですね。結婚しているふりをしている 1,2 ヶ月が辛かったですね。まあしかもな、もう2度してるから、まさか3回目があるって誰も思ってなかったからな。まあ僕が一番思ってなかったですね。いや、まあ、今笑ってたな、はい、今俺びっくりした笑ってた。いや、でもまあその芸人さんたちがね、みんな笑い飛ばしてくれるんで、それはちょっと救いにはなってますけど。いや、それ面白いだろ。あ、面白いって言っちゃったよ、はいはい、面白いって言っちゃってますけど。うん、もちろん結婚にも嫌気さすし、何よりも自分に嫌気がさすというか、うん、俺なんだろうって思ってますけどね、もうもはや、うん、そのこんなもん広島から東京まで離婚しに来たようなもんだな、これは。ほんとそうですよ、うん。もう離婚するための状況といっても。状況だよ。うん、過言ではない。過言だよ。いい加減にしてくださいよ、もう。ね、藤井さんと出会った頃は、ね、二人とも、売り独身で、まうん。まだ罰が一個もなかったよ。そう、で、藤井さんも結婚すらしてなかったし。俺も独身でしたわ。うん、なかなかね。いろいろあるもんですね、人生ね。元気出せよ。元気出せよ。まあなんかいろいろやることがあってよかったなとは思いますけどね。そう、ちょうどあの手越くんとの YouTube も始まったんで。本当やん、あれすごいな。いろいろ、まあなんで急にあんなスーパースターと。いや、だからすごい光栄というか。前からつながりがあったわけ？あ、まあ知り合いではありました。あ、そうなんや、はい。だからその僕らの単独ライブにも出てくれたりとか、僕が個人的に出てる舞台とかを見に来てくれたりとかはしてくれてたんで、なのでまあいろんな、そうですね、お仕事をいっぱい頑張っていけたらなって思ってますね。元気出せよ。元気出してるつもりなんですけどね、なかなか。なんでしょうね。まあでもバズなんて何ばあってもええですからね。いや、急にミルクボーイみたいに。ありがとうございます。今お客様皆さんから罰をいただきました。今度ライブでやろう。みんな笑ってくれるといいな。そうですね。いや、笑うだろこれは、うん。どうしたん、じゃあ最近はもう仕事終わったらまあ飲みに行ったりとか、そんな感じ、はい。例えば月曜日に都内で仕事があって、もう次、うん、水曜日にまたなんかこう、うん、朝から都内で仕事があるとかの時は、月曜の時点で3日分の着替えとかをリュックに入れて、まあどこかしらです。なんかこう、カプセルホテルとかだったり、スーパー銭湯とかだったり、ちょっといいですか、知り合いの店、はい。ちょっといいですか、はい。っていうことは、子供が遊びに来ることを見越して、はい、前のお家の近くにお家を借りてるみたいな。そうです。うお、子供遊びに来たらええな。でも来ないです。
それ分からないじゃん、それは。来るかもしれないから、それ。いや、来ないです。ちょっと待ってください。まあね、奇跡は信じてますけど。待って。あれでしょ、その辺のいきさつは聞けないんですよね。ちょっとそれはね、そうですね、ちょっと表では。笑っちゃった。また笑っちゃった、あれ。表ではもう言わない約束もしたので。うん、なんか、言いなせよ。いいことありますかね。じゃあ離婚すんなよ。したくなかったですよ。元気出せよ。元気出せよ。佐々木元気出せよ。いい加減にしろよ。もうちょっとタバコ吸いますね。もうちょっと吸いますね。ミスター高行スパチャありがとう。あのトム・クルーズ、アントニオ猪木、小室哲哉、ニコラス・ケイジもみんなバツさんです。すごいよね。スーパースターってことか。すごいすごいです。あれ、サッサンってさ、サッサンって結婚式とかあげたことあんの？第一夫人の時にあげました。いや、もう、一夫多妻制みたいに言うなよ。ディズニーランドで。うわ、盛大にあったやな。ほら見て、葉桜さんがスパチャくれて、悲しいことがあって泣いてた時に磁石の YouTube で佐々木さんの話を知って、こんなことで泣いてはいかんと思いました。佐々木さん元気出してくださいよって。何そのもっと悲しい人がいるみたいな扱い。下には下がいるの扱いになってるな。まあいいですよ、それでね、皆さんが元気になってくれるなら。異次元の豚バラがまたスパチャくれて、佐々木さんが元気なかったらなかったで、それ見て笑う人もいるんで元気出さなくてもいいですっていう。そうか。じゃあ楽しいこと思い浮かべようぜ。何してる時が今一番楽しいの？強烈で歌歌ってる時ですね。おお、24時間楽しい。あとなんか竹内まりやさんとかに歌歌ってほしいですね。元気を出してっつって。来てくれるかな？マリア。マリアって呼ぶんじゃない。マリア来てくれる？面識ないんでちょっとね、難しいと思いますけど。一回オファーしてみたいの。うん。なんかこう、ああ多分高いし。高いし。でもあの曲がいいなと思うんで、まあ藤井さんでもいいんで。じゃあ歌おうか。クリスマスが。そっちじゃねえ、そっちじゃねえ。あとクリスマスの話なんかするんじゃねえよ。俺どうすんだよ今年のクリスマス。一人ぼっちのクリスマスや。うわぁ、独身の人集めればいいじゃん。高倉とかもまだ独身やし。そうですね。エルシャラカーニのシローも独身やし。みんなでな鍋でもするかな。みんなで鍋するんだったら俺があのクリスマスケーキを差し入れするよ。でみんなで食べて一人1000円まででプレゼント買ってきて、ぐわおじさんが集まって。まだ結婚願望あんねやろ。いやもう、いやもう。ちなみにさ、2回目離婚した時にさ、はい、もう結婚はええやろとかやっぱ思ったやろ。でもいや、その時は思ってないです。早く、本当、はい、早く結婚したかったです。そうなんや。不屈の当主の佐々木が今もう結婚はいいとなってる、はい、もうそこじゃないか。ひょっとしたら元気がない原因は結婚がライフワークだろ、佐々木の。じゃあ3回離婚してみてくださいよ。まず1回目クリアせなあかん。もう大変なんですから。コンビは全然解散しないのにねって言う。長澤と結婚するしかないよな、こんなの。いや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 。いや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 。いや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 っていうことすら。いや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 。いやいや、ディアじゃない。ディア。離婚舞踏会。仮面だろ。早いな、ツッコミうまいですね。いや、まぁちょっとかじってたんで。でも、そうそうですね。確かにまあ、長澤ね、よくね、ずっと行ってくれるな、一緒にいてくれるなと思いますけど。何歳やったっけ、今。44っす。でももうやだな、なんかお笑いライブの楽屋とか行きたくないな。ずっといじられんだろうな、やだな、行きたくないな。一番最初に LINE 来たのがヤーレンズのデイですね。何、デイちゃんは何、心配してくれてたの？いやいや、なんかその、うん、キング離婚って本当ですかみたいな感じ。キングって呼ばれてんねん。そうですね、それも多分あいつはいじってんすけど。でもあれでしょ、サッサンの中では1回目と2回目のこう罰があって、うんうん、そこをちょっとやっぱり反省点踏まえた上での3度目やったわけでしょ、うん、もちろん。ただ結局が3人ともが全く同じタイプであれば、どんどんその離婚するたびに学習して何か教訓にして良くしていけたと思うんですけど、結局人それぞれでもタイプが全員違うわけだから、そうだそうやな。結局その1回目で学んだことが適用適用しないんですよね。
あれこれは別にもうポケモンでいうタイプが違うのね。そうそう、この武器使えないじゃんっていう武器というか、うんうん、この学習したの意味ないじゃんみたいなことの連続でも、まあ、ちょっと離婚をポケモンに例えたのはちょっと良くなかったよね俺ね。ちょっとそんなゲーム感覚じゃないからな、うん、そうね、離婚ゲットだぜじゃないんですよ面白いですねあなたまあちょっとかじってたんででもな、まあなんかどうなんでしょう、一度しかない人生だから、まあ人が経験できないような経験はさせてもらってんのかなとは思いますよまた明日がその単独ライブのネタ作りで長さんのとこ行って、うん、で次の日がさっきもお伝えした通りその強烈の仕事があるんで、ね、そうですね、明日の夜とかはテルマーユでも泊まろうかななんて思ってますけど、テルマーユ、あ、明日の晩とか飲みますおお、行こうか。まあ奥さんが明日確か仕事やから、ほら子供がいるからさ、うちに来てくれる分ならいいよ。お、行ったことないから行ってみようかな。いろんなお宅に伺おうかな。いろんなお宅に伺うっていう YouTube チャンネル作ろうかな。やってよサプライズで手越くん連れてきてくれよ、うん、うん、うわー手越くんだって言うから俺。いやいやいや俺も言うよ、うん、まだ緊張するんだから嘘やろ、何回仕事してんのよそう、仕事を頑張ろうかなとは思ってますけど、うん、はい。いやでもそれしかないよな結局。そうです。でまあ男ですし、それが何か魅力につながればいいかな。これでなんか去っててもしょうがないし、まあ幸いなことに我々は仕事が楽しいからな。そうですね、あと楽しいのとあとそういうこう辛いことをみんながいじって笑いにしてくれるっていう。そうですね、うん、それもあるので、なんかそこは本当、うん、助かってるというか、ちゃんとコメントで切ない漫談だけど笑っちゃうっていう、うん、いや別に漫談してるつもりないんだよな漫談ノー漫談やねんけどな。ノー漫談なんだけどな。悲しい自分語りやのになぜかみんなに漫談に見えちゃって、気づいたらみんなが笑ってんだよな。わもうこれはうまいこと言うてるな。コンビ名がくっついたり離れたりする磁石っていう、はい、おお、そうですね、なんか気分転換にお祓いとか行ってみてもいいかも、うんうん、あんま気分転換でお祓いって行かないと思うんですけど、ね、うん、どうなんだろう取り憑かれてて離婚してるわけじゃないから佐々木自身が悪いだけだから。そうそうそうね、うん、そうですね、まあ捨てる神あれば拾う神ありだと思うので、うん、少し仕事が上向きになってきているのもそこは神様がバランスを取ってくれてると思うんで運の総量は決まってるっていうからな。うーん、うん、全然プラスでいいんですけどね。なんか僕の神様絶対プラマイゼロにしようとするんですよね。全然プラスでいいのに、結婚ね、プライベートもうまくいった上で仕事も増やしてくれればいいのに、うん、佐々木は離婚してかわいそうだから仕事をやろうじゃないんですよ、うんうん、そうだよな。いやでも、ま、昔からそうでというか、それこ そ,、うん、そのね、さっき長澤の話も出ましたけど、まあ、僕が 3,4 回解散しようとしたことがあるんですけど、はいはいはい、うん、でそうすると仕事が増えるんですよ。ほうほうほう。で多分その僕 の, そのプラマイの神がその度に発動するというか、 そ, うそれはもう本当その 3,4 回全部そうでしたね。あ、そう。なんかそれでその帯のレギュラー決まったりとか、うん、それこそ賞レースで決勝行ったりとか、うん、なんかそのもう一回俺を引き戻そうとしてくれるというか、うん、解散しようみたいな話は何回かあったわけでしょ、踏みとどまったわけでしょ。なんで結婚が踏みとどまれないかっていう。あ、じゃあ俺の神違うな、プラマイにしようとしてんじゃないな俺をずっと芸人でいさせようとしてるな、うん、おっと、愛されてる来ました、これ笑いの神に愛されてる男。笑いの神愛してるとしたらもっとスターダムにしてほしい、うんうん、まあそれはちょっと言わない約束だなと思って、うん、だ弱いんでしょうね、うちの神は。だから神界で多分そんな権力ない方の神なんでしょうねいっぱいいるからな。そうそうそう、神様いっぱいいるから。だからもっとじゃあ神にも頑張ってもらって、すがるなよ、すがらせてよなかなかその年になって一人暮らしまたすると思ってなかったでしょ。それはもちろんですよ。もう本当それがまず嫌だし、芸人はルームシェアしてる人多いから、そういうのとか。ルームシェアか、むしやか、贅沢だな。うん。あ、そろそろ終わるわ。ああ、ね、急に。はい。出た。これができるのは芸人界で佐々木だけ。僕だけです。
はい、皆さんありがとうございました。